とは日本において道路の上下の空間に建物を建築したり道路と一体構造の建物を建築することを可能とする制度である通常道路区域は平面的な区域で指定されるため地表面のみならずその上空や地下空間も道路区域となるこのため道路法や建築基準法などの制限によって道路の上下の空間に 建物等を建築することは原則として認められていない。なお、道路トンネルの上空や道路の路面の下であれば、立体道路制度によらずに道路と一体ではない構造の建物を建築することができるが、道路区域の一部を使用することになるため、道路管理者から道路専用許可を受ける必要がある。これに対し、立体道路制度では道路区域は、 立体的な範囲で指定される。これにより立体的区域の外側空間は道路区域ではなくなることから建物等を建築することも可能となり道路専用許可を受ける必要もなくなる。また道路に隣接する空間に道路と一体構造の建物を建築することもできる。類似する制度として河川区域を立体的に指定する河川立体区域 都市公園区域を立体的に指定する立体都市公園がある。高度経済成長期以降、都市部では人口の集中とともに交通量が増加し、幹線道路の整備も急ピッチで進められてきた。しかし1970年代後半以降、道路用地の取得に関し大きな問題に直面する。すなわち、地権者から、 移転先の土地を求められても、都市化が進行した大都市では有料な大体地を確保することが困難であり、用地取得交渉のネックとなっていた。また、地価高騰により用地保証費が増大し、事業費全体を押し上げる事例も見られた。1989年の法改正以前は、原則として道路の上下の空間に建物を建てることは禁じられており、 道路専用許可を得た上で建築する必要があった。高架道路の下などは1950年代以降、順次専用許可の対象となっていたが、阪神高速及び大阪市道の高架道路のもとに建設された船場センタービルなど、必ずしも事例が多いとは言えなかった。その理由として、 建物所有者が土地の所有権を得たり賃借権を設定したりすること、できず権利が不安定であったこと、道路専用許可が取りにくくかつ期間も限られていたこと、上空に建築できる道路が高度地区内の自動車、専用道路に限られていたこと、建築基準法で定められた特定行政庁の許可が取りにくいことなどがあった。こうした状況に対処するため、 1989年6月28日に道路法などの関係法令が改正されて立体道路制度が創設され同年11月22日に施行された本制度により貴重な都市空間を有効に活用するべく道路と建物を一体的に建設することが可能となった立体道路制度を適用して最初に建てられた建築物は 関西国際空港の玄関口にあるリンクータウンである。適用第1号のリンクータウンでは、阪神高速道路の4号湾岸線と日本道路高段の関西空港自動車道が接続されるリンクージャンクションが建設された際に、高架下の空間に高速道路と一体となる商業施設などが建設された。その後、2005年にはペデストリアンデッキなど、 高架の歩行者専用道路も一定の要件を満たせば立体道路制度の対象となり2009年には駅舎の自由通路も一定の要件を満たせば対象となることとされた。立体道路制度は幹線道路の整備促進と合理的な土地利用を目的として導入された経緯から道路の新設または改築の際にのみに適用されてきた。しかし、 道路の維持管理や更新にかかる道路管理者の負担を軽減することや地域活性化を図る観点などから2014年5月28日に法改正が行われ同年6月4日から既存の道路にも適用できることとなった。なお、制度導入当初は高架道路の路面化など道路専用許可によって設置できるような場合についても必要に応じて一体的な整備が行える。 要、道路法としては、自動車専用道路に限定しない解釈を行い、都市計画法、都市再開発法及び建築基準法では、自動車専用道路や特定高架道路に限ることを条文で明記していた。これについては、2014年の法改正の際に、解釈を統一し、以下の道路に限定されることとなった。2014年の法改正では、既存の道路にも、 立体的区域を設定することが可能となったが、道路における試験の制限については、完全な解決を見ていなかった。道路法の道路は、ほとんどの場合、国や地方公共団体の行政財産となっているが、これら行政財産は、国有財産法や地方自治法の規定に基づき、試験を設定することができなかった。2014年の法改正後は、市街地再開発事業として、 道路と施設建築物との一体的整備を行う場合に区分地条件を設定することが可能となっていたが、その他の場合は事前に国土交通省に事前相談する必要があった。このため、道路法が2016年3月31日に改正され、同年9月30日からは以下の条件を満たす場合には、行政財産となっている道路の敷地に区分地条件を設定する また、都市再生特別措置法も、同年6月7日に改正され、同年9月1日からは、特定都市再生緊急整備地域に限らず、都市再生緊急整備地域内のすべての道路が、対象となった。立体道路制度を活用ニーズが、地方都市においても認められてきたことから、2018年4月25日に、都市計画法及び、建築基準法が改正され、 自動車専用道路、または特定高架道路に限るという規定がなくなり、同年7月15日から施行された。これによって、地区計画の区域内の道路、または都市再生緊急整備地域の道路が対象となった。立体道路制度は、次の法規を組み合わせることで実現されている。前述の通り道路区域を立体的に定めることができるほか、 道路区域の上下空間を建物等に利用することができるようになるため、道路と建物とが一体的な構造となるような建物を新築することも可能である。この時、道路一体建物は公共性の高い建物であることから、道路管理者は当該建物を新築して、その所有者になろうとするものと、あらかじめ建築や管理の内容について協定を締結する必要がある。 このほか、道路区域を立体的な範囲で指定したことにより、立体的区域の上下空間から何らかの障害が及ぼされる可能性もあることから、立体的区域の上下の空間のうち必要最小限な範囲に限り、道路保全立体区域が指定された場合、土地や建物の所有者は、道路構造や交通に支障が出ないよう必要な措置を講じることが義務付けられる。 なお、道路として強用されるには、道路管理者が土地に何らかの権限を取得する必要があるが、道路を新設、または改築する際に立体的区域を設定する場合は、原則として区分地条件を設定することとされた。また、既存の道路に新たに立体的区域を設定する場合は、道路管理者以外のものが区分地条件を設定することが可能となった。 道路一体建物の場合には、道路部分を区分建物とすることができないことから、区分所有権や敷地権といった取り扱いではなく、建物の敷地全体に関する共有持ち分を取得することとされている。都市計画法では、道路の上空または路面下に建物等を整備することが適切と認められる場合には、道路の内建物等の敷地として合わせて利用すべき。 区域を地区計画で定めることができる。もともと都市計画上の道路は、交通のための空間のほか、日照や通風、非常時の避難路や、防災活動の空間のための機能も有している。ことから、地区計画の策定や、建築限界の設定にあたっては、市街地の環境に与える影響を十分に勘案することが求められている。また、都市再生特別措置法では、 都市再生緊急整備地域内の道路について、都市再生特別地区に関する都市計画で、同様の定めをすることができる。建築基準法上、建物や擁壁を道路内に作ることは認められていない。ただし、立体道路制度により建物等を建築することが、地区計画で定められている場合には、一定の条件のもと、道路内の建築制限の例外が認められている。また、 自動車専用道路や特定高架道路を立体的区域とした場合、その上下空間に建築される建物は、当該道路から切り離されたものとして扱われることから、建築基準法の集団規定の対象道路としては扱われない。このため、例えば道路一体建物を建設する場合、一体となっている道路以外の道路に接動しなければならない。他、一体となっている道路は、 両規律の算定や道路車線制限の基準となる道路として認められない。道路の上下空間が道路両側と一体的にビルとして開発された、例軌道の上下空間が軌道両側と一体的にビルとして開発された、例立体道路制度の適用パターンとしては、例えば次のようなものがある。ありがとうございます。